エクストリームクエスチョン青い猫の傘っていうと、あの青い猫の傘じゃなくて、あの下がってる。本当だ、青い猫の傘下がってる。下がってる。明るい安村なんで関係あるのってことに関して言うと、はい、あの日本語だとこれどういう趣旨のギャグか、あの裸に見えちゃうかどうかっていうことが、今ここの文脈だよねってことで言えば、はい、うん、目的語はあの省略でき、はい、できちゃうっていうか、まあ、むしろ省略した方が自然じゃないかぐらいの、はい、うん、まあ、それが面白かったというのは、うん、でもなんで英語やっぱパンツがないとムズムズしちゃうんですかね。人間の言語っていやそんな単純じゃないなと、はい、うん、僕が好きなミケッシュっていうハンガリー出身の作家があのイギリスのこと書いてて、うん、誰かが明らかに嘘なこと言った時にアメリカ人だったらこの嘘つきめがとか言うんだけど、うん、イギリス人は何て言うかっていうと、はい、皆さんこんにちは、ピボットの竹下です。エクストリームサイエンス始まります。この番組はビジネスに不可欠なサイエンスの知識をエクストリームとことん追求していく番組です。一緒にお届けする脳科学者の茂木健一郎さんです。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは人間はなぜ言葉がわかるのかという、うん、あの深淵なテーマや、まあ、あのラージラングイージモデルなどの生成 AI の進化で、うん、ちょっと今言語業界浮かれてるところあるんで、確かに今日あの本格派の学問からビシッといろいろ言っていただきたいなと。そうですね、こんなことじゃダメだぞ、ね、ビシッと、はい、あと楽しみなのは結構よくツイッターで子どもの答案とか国語のテストの話題ってよく上がってるんですけど、なんかはい、ブームの仕掛け人ですよね。そうですよ ね、はい、そこもちょっと聞いてみたいなのは、はい、まあ、子どもなんでこんな変な答えするのかと思いきや、いや変って思ってる僕たちが変かもしれなくて、そこにすごく人間の言葉の不思議さみたいなのがあるんじゃないかなと思います、うん、ということでゲストをお呼びしましょう、東京大学大学院教授言語学者の広瀬由紀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、広瀬教授は、まあ、そういう意味で言うとあの、まあ、いろんな研究をされてるんですけど、はい、その一つの、 あの側面としてあの子供のね、いやあれ面白いですよねしかも自分のお子さんの、はい、答案ということで、うん、ね、いやでもね、最初あの言語学者の方ってこう自分の子供のデータ取りましたとかよくあるんですね、言語習得の特に方とか、うん、でそういうの見てまた子供自分の子供のやってるわとか思ってたんですけど、うん、なんか気がついて自分もやってたっていうなんか、うん、なのであの本当私言語習得 の専門ではないんですけれども、やはりこうあの身近にデータがたくさんあの、まあ、目の当たりにする機会があったので、うん、あのどんどんこう興味を持ってきたっていう感じです。うん、今いくつぐらいですお子さん。あ 今、ね、はい、今中2 で、 あ大きくなったんですね、絶賛反抗期なので、はい、あのもうその昔の子供の子可愛かったなとかいうのを見ながら、こうちょっとこう反抗期のこうささくれだった、あなんかこう今自宅とかかなり修羅の国なんですけどもあの心をで沈めています。僕一番好きなのは国語の問題で、作者の言葉の中で分かりやすいとこありましたかっていう問題で、はい分かりましたみたいな答えちゃってるところで本当はちゃんと分かったところを国語の問題して答えないといけないのにイエスノーで答えちゃってるっていう。違うね、はい、あの感動したところはありましたかっていうので、はい、なんか特にないですみたいなバージョンもあるんですなるほど。でもすごいそれって普段我々もビジネスとかでなんか言葉通じないなとか話通じないなって人いますので、結構共感しちゃいました、ね、これただ説明の仕方で、うん、分かりやすいなと思ったところがありましたか、うん、に対してありましたって答えたいわゆる優等生的な人はなんかあこれはなんか分かりやすい点をちゃんと書くんだなと思って答えると思うんですよ、うん、でも論理的に言うとね、あくまで論理的に言うと、うん、ありましたでいいわけじゃないですか。全く正しいですよね。だから案外天才数学者とか答えんじゃないかと思うんだよねありましたか、はい、えなんか問題なんですか。確かに。だから逆に言うとこの先生ね、国語で問われてるのって何なのかっていう根本的な問題に、ね、これはミニマリズムですよね、なんかね、はい、いやなので多分あの本当はこういう聞き方した時はあのこうどんなことを答えてほしいと思ってこういう時は聞いてるのかっていうところまでがひょっとしたら読解力なのかもしれないんですけど、で私も結構子供の頃だったらこういうふうにありましたって答えちゃう方だった。そうだったんですか。
今、東京大学の教授されてらっしゃるんですよね、はい、子供の時こういう答案書いてても東大の教授になるんですね。あ、よかったみんなよかったねよかったね。茂木さんはどっちのタイプですか。いや、俺はどっちかっていうと完璧なとは思うか、もうだから優等生だ、もうだから俺今でもそうなんですけど忖度の塊じゃないですか。そうなんですか。そうなんですか。例えば吉本の芸人さんに対しても忖度しかしてないじゃないですか、はい、いやだから、あーとこの先生っていうかこの問題はこれを求めてるんだって分かっちゃうからその通り書くっていう、うん、めちゃくちゃ意外なあの答えだったんですけど僕はそういうタイプでしたね、うん、あの逆に僕は友達にはこのタイプが多かったです。あの、うん、ありましたか。ありましたってだからです論理的には合ってるわけだからね、うん、あでもあのこれ廣瀬教授のこのご活動、あのご著書もねいくつかあるんですけど、はい、僕は ある、発達心理学者を思い出しましてね。ああ、はい、誰だと思います。ライアン。いや、わからないですさあライアンに問題です。エクストリームクエスチョン自分の子供の発達のプロセスを、まあ、廣瀬教授は当然ご存知なんでちょっと、ええ、あの自分の子供の発達のプロセスを詳細に書い、はい、記述したある有名な、はい、発達心理学者といえばちょっと分かんないですね先生。 P で始まる。 P で助けてください。 P で始まって絵で終わる。何ですか。だから広瀬教授が言っちゃダメですだからあの、うん、まあピアジェっていうあのあピアジェ有名な方がいらっしゃるんですけど、はい、まさにピアジェがやってたのが、はい、広瀬教授がやってることと、まあ、にすごく似てるなと思って。そのあたりどうですか。ピアジェさんなんかね。いやなんかまさかあのピアジェに例えられるとは思わなかったけど、東大のピアジェっていうふうに言ってください。なんかありますよね。だからもちろんあの科学としては N 増やして統計的にどうのこうのってあるんですけど、やっぱり自分の子供を観察するってなんか、うん、すごく面白いですよね。そうですね。なんかあの最初はなんかこうちょっとこれ受けるぞと思ってあのメモしたんですけども、なんかこうある日たまってこれ言語学の全ての分野に関係あるなって思ってしまって、でもこれでも子どもの時だけじゃなくてこの手の御用論的なこう、なんか大人になってもやっちゃってて、だから私その御用論ってこういう分野なんですよねとか、うん、そういうふうにあの、まあ、つまりそのあと額面通りの意味以上のものを伝えるんだよって、そういうふうなことができるんだよ、人間の言葉はすごいねとか言いながら、だから自分が一番御用論分かってないからもう御用論なかったらいいのにと思って、あの御用論がなかったらいいのに、あのだから会議とかで何か提案して、はい、で、まあ、みんな却下したいわけなんですよ。その時にあの広瀬さんのまあご提案も分かります、それはちょっと慎重にあの考えることにしましょうって言った時に、はい、ありがとうございます、いつ慎重に考えてくれるんですか、やっちゃうんですよね。なるほど。額面通り受け取って本当に考えてくれると思ったんですね。そうですよ。だからもう、うん、あの A って言ってくれないと A って言ったことにならないみたいに、なんかちょっとだからすごいやりにくいですね。あのこんなん自分で書いてたなんですけど、だから僕は本当にあの今回広瀬さん あのご著書とか論文もいくつかちょっとあの見させていただいたんですが、やっぱりあの僕すごく反省しなきゃいけないなって、今のチャット GPT などで人工知能があの言語を扱えるみたいな雰囲気になってるんですけど、人間の言語っていやそんな単純じゃないなと、はい、うん、今あの慎重に検討させていただきますっていうふうにおっしゃったんですけど、うん、僕が好きなミケッシュっていうハンガリー出身の作家があのイギリスのこと書いてて、うん、誰かが明らかに嘘なこと言った時にアメリカ人だったらこの嘘つき目がとか言うんだけど、うん、イギリス人は何て言うかっていうと、それはちょっと変わった話ですねって言うと、いいそうですね。でそれはちょっと変わった話ですねっていうのはアメリカ風に言うとこの大嘘つきが間抜けやろうっていうことなんだけど、そのあたりがだから御用論ってことになるんですよね。そうだと思いますね、はい、でこれってチャット GPT とか AI がどれぐらいね、うん、認識できるのかっていうのはね、うん、どうなんですか。どうなんですか。冒頭いきなりですけど、人工知能ラージラングイジモデルについてはどういうご見解を。いや中で何が起こってるのかって私は全然わからないんですけど、うん、ただあのこうじゃあ人間が何やってるのって考えた時に、うん、じゃあそれを計算機にさせようっていう時にきっと同じやり方できるっていうあの時代もあったと思うんですね、うん、だから例えばその音声を理解するんだったら、まあ、どういう信号が出てあの、まあ、入力されたのかっていうことを分析的に見てとか、うん、まあ、あるいはそのあのこう統合のっていうかこう構文のレベルだったら今どういうふうな構文でこの単語がつながってってことを割り出してっ
っていう風な、まあ、人間がやってることをきっと計算機にもできるはずだっていうのを多分こう諦めたところからもうやり方別々でいいわっていうところからすごく発達したんだなって、私全然素人なんですけど、今感触が深いことをおっしゃいましたね、うん、諦めたって面白いですね、うん、なるあの先生、あの僕言語学は素人に近いんですけど、僕がかつて言語学の方とお話してると、そのいわゆるチョムスキー的なあの生成文法とかちゃっちりやっていく立場と、それから、認知言語学、なんていうんですか、認知言語学っていうんですか、あのもっと人間の認知に寄り添って、うん、あのいろいろあの認知現象を追っていくっていう、その流派が2つなんかあるみたいなことを聞いたことがある。先生はどっちかというと。そうですね、なんかあのこう物事を考える時 の、うん、こうその議論の仕方っていう感じ、あの意味で言うと、うん、やはりこう生成文法 の、 あの、まあ、あの土壌の方のやり方にすごく、うん、まあ、仮説を立てて検証してっていう風なあの感じなんですけども、うん、ただじゃあその本当にどれだけあの、まあ、その言語っていうあの、まあ、知識っていうのは他とは特別なのかとか、うん、あるいはその環境とどういうふうに関わってるのかってことに関しては、うんうん、比較的最近はお互いオープンにあの考えているような感じが、あの一時、まあまあ、そのネタ的に面白いって側面はあったんですけど、こう生成系と認知系対立してましたよね、対立してて、ええ、あの もっとこう対立させた方が面白いみたいな、うん、あのまあ、そういう多分周りの期待からもあったと思うし、あとやっぱりちょっとこうあの私から見たらそのあのこう認知言語学とかのそのなんていうかな、こう論の進め方的にあのまあ、まあ、そらそうも言えるよね、ああも言えるよねっていうふうに見えるところもあるんですけども、うんうん、ただやっぱり今私の職場とか両方の人たちが混じってすごく仲良く、あ、そうなんですか、はい、あ、すいません、なんかご期待、今やじゃあもうご期待にされなかったで先生文法派と認知言語派仲が良くなったんですね。いや、まあ、その全面的にそうだと思うかもしれないんですけど、ただ割とうちの職場ってあの両方がいて、ええ、でこう活発にこうやってるぞみたいな、そういうイメージを持たれた時もあったんですけど、あのその東京大学の駒場のキャンパスって、はい、でも割と今はみんな お互いがお互いのこう一緒にこうあの学生の副作をやったりそういうこともありますし。じゃあ言語学のベルリンの壁は壊れたんだあの先生がニューヨークに留学してた時 の、 あの研究室はどっちだったんですか。あ、やっぱりそのなんていうのかな、まあ、あの生成文法派というか、うん、まあ、割とそういう文法知識っていうのがあって、それは割とこう、はい、ユニバーサルグラマーみたいな、はあ、あのまあ、人間に習得的な知識っていうのがまずありきで、それの、まあ、あの詳細なところをいろいろこうデータでもって検証していくみたいな、あの、まあ、そういうちょっと土壌がありましたし、あと、まあ、言語学って言っても私どっちかっていうとこう心理言語学って言ってこう、うんうんうん、まあ、ちょっと心理学との、まあ、要するに人間、いや言語を使う人間はどうなってるのかとか、うん、まあ、どう習得されるのかとか、あの習得したものをどう使うのかっていうふうな、そういうことを、まあ、見ていくんですけども、でそういうその心理言語学でその発達心理学に軸足を持つ人と、まあ、言語学に軸足を持つ人が違うんだね、はい、いやだから僕ね、なんでこの話をお伺いしてるかっていうと、はい、あの伊藤丈一がですね、あの最近面白いこと言っていて、そのラージラングジモデルとかを回しているあのカリフォルニアのオープン AI とかの人たちを、あの東海岸の人たち、だからボストンとかニューヨークとか、うん、基本的にバカにしてるって言うんですね。あ、そうなんですか。要するにだから、まあ、あの広瀬教授がちょっとさっきあの言いかけたんですけど、あの意外とその言語の背後にある細かい、うん、普遍的な規則みたいなのを諦めたところで、もう何でもいいからちょっとトランスフォーマーで回しちゃおうよみたいな、はい、もうコーパスでかいの持ってきて回しちゃおうよって言ったら、まあそれなりに使えるものができたっていうのが、まあ、西海岸で、はい、東海岸はやっぱりもっとロジックとか普遍的な、なんかだから東海岸のボストンとかの人たち、ニューヨークとかの人たちは基本的になんかオープン AI みたいなのをバカにしてるって、これ伊藤丈一が逆に西海岸の人たちは、なんか東海岸またなんかあのなんか生成文法とかまた言ってるよみたいな、お互いなんかちょっとあ、でも心理言語学、まあ、まさにそんな、あ、そうですか、はい、だから、うん、あのまあ、たまたまこう位置的なものをあの、まあ、東海岸の中でも、もうちょっとロチェスターの方まで行くと、ロチェスター出た、うんうん、だからあの基本その人間とその言葉の関係考えるときに、その文法っていうか、うん、文法っていうかすごく言語学の意味で の言語知識みたいなものがまずあるかっていうところを、はい、あの まずそれありきで考えるか、うん、いやあのそうじゃなくて、とにかくこうあのデータ、あの、まあ、その統計的な、うんうん、あのデータとか、あとは、まあ、そういう
環境とのつながりで、うん、なんかまだまだあの人たち文法とか言ってありますけどみたいな、象徴的に西海岸で西海岸と東海岸っていうふうに言われますけど、まあ、あのその完全にパキッと分かれてるわけじゃないんですけども、はい、なんかその感じはすごい分かります。なんかチョムスキーは相変わらず認めてないみたいじゃないですか。あ、そうなんですね、チャット GPT とか、うんうんうん、なんだあれはってだからこれどうなるんですかね、うん、でも広瀬先生はだからいいとこ取りっていうか、あのどちらも目を配ってらっしゃるってことですね。あ、まあ、そんなに中心づくってるわけじゃないんですけども、うん、はい、最強じゃないですか、友達が多いかな、最強じゃないですか、うん、あのバッターで例えるとレフトにもライトにもホームラン打てるっていう、あ、打てないですけどねいやいや、そういうパターンですよね、本当に素晴らしい、うん、先生は どう思うんですか、その対立というか、どっちが、あ、はいはい、やはり、まあ、自分はそのこれまで受けていた教育とか考えると、うん、まあそのあのじゃあチョムスキーの議論をその詳細にテクニカルなところまで理解しているかっていうと、あの全然そんなことないんですけども、うん、ただやっぱりあの言語知識っていうものがあってっていうところをやっぱこう信じる気持ちはあって、うん、であの、まあ、それでもって説明してうまくいくところもあるじゃんっていうところもあるんですけども、ただやはり あ君そういうの信じたいんだよねとか、やっぱりこうちょっとあのいじられることもありますよね。いきなり一番ディープなとこから入っちゃいましたけど、はい、面白いですね、まあ、それはそうと、でもこのね、なんか僕広瀬教授のお子さん天才なんじゃないかと思うんですけど、もう答案が凄まじいよね。これ先生のお子さんじゃないですかね。あ、これね、はい、あの本物を本に載せるわけにいかないということで、はい、ちょっと書き起こしてもらったんで、はいはい、これなんか授業参観をされていて、はいはい、英語の授業よく読んでいらっしゃいます、ね、はい、英語の授業ですよね、はい、これはどんなケースだったんですか。あ、これ、はい、まあ、授業参観行った時にあのまあ、これ小学校5年ぐらいかな、うん、まだそんな体系的にこう複数形とか、うん、あの加算名詞俯瞰算名詞とか見て教えてなくって、うん、だいたいこの頃って、まあ、まだその時ギリギリ教科じゃなかったんで、うんうん、あのこうコミュニケーションしましょうみたいな感じ で、うん、でその時のお題がピザ屋さんでトッピングあのピザ注文してトッピングを欲しい、はい、あのトッピングを言うと、うん、で What do you want? みたいな形にあの I want 何々何々っていう、じゃあ英語の先生がお題を出して子供たちがトッピングを考える、そうなんです、はい、その時に一応材料こんなものが選択肢あるからねってことをこうフラッシュカードであの、うん、あのトメロとかなんかあのチーズとかこう練習してから言うんですけど、でも複数形とか教えてないんですよ。トマトをトッピングに欲しいみたいな流れになる時に、さっきのフラッシュカードだと丸ごとのゴロッとしたトマトしか出てきてないんですよ。でもそれを使って言わなきゃいけないみたいな、それちょっと変な状況になっちゃって、でもあの先生はあのトマトはそのあのこう切って乗せるトマトは数えられワンとメロと数えられないっていうふうなこともそこまで詳しく説明できないんですよ。でも子供はなんかあのこれピザのトッピングにこう切ったトマトとか、うん、つまりそのトマト丸ごとゴロンって乗ってたらおかしいなっていう、うん、なんか直感はあるみたいなんですね、うんうんうん、でこれうちの子供じゃなくて、はい、そのあのちょっとあのこう賢そうな女の子だったんですけども、はい、その子一応こういうピザが欲しいってこういう感じの絵を描いて、であのこれなんかミニトマトなんだけどって最初に前置きしたんですね、うん、で私はそれを聞いてすごいと思って、うん、さっきのゴロンとしたトマト乗せるんだとおかしいけど、でも切ったトマトってわざわざ何て言っていいのか分かんないから、彼女はここで折り合いをつけたんだなと思って、なるほど、うん、本当はスライスって言えば正解だったのが、先生は丸ごとしか教えてなかった、てか そんなまあ、まだ生姜でそんなの、ね、言わないじゃないですか。あ、だからこの子なりの本当にベストな答えを出したってことですよね、なるほど。なんかそうするとさっきの誤解答とかもやっぱ子どもたちの頭の中ではすごい豊かないろんな処理が行われてるっていうことですよね、うん、大人たちが間違いだって単純に言えないというか、これだけど今おそらく小学校の英語の現場で先生がねたまたま、うん、あのそこの現場にいらして目撃してこうやって記述してくださってますけども、いろいろそういうすれ違いとか起こってそうですよね、うん、いろんなところで、うん、きっと起こってると思うし、で、うん、それ全部解くほど説明する時間がないもんね、設けられてないんですよね、うんうん、だからあの一緒に入ってるその小学校谷野先生も、はい、じゃああなたも何か言ってって言われて、うん、でチーズを乗せなきゃいけないんだけど、あのピザに乗せるチーズっていう意味でちゃんとこうあの説明するほどの時間もないし、そこまで段取りしてないので、あのなんかこうチーズ1個2個とか数える羽目になってて、あ、まあ、トゥーチーズとかおかしいですもんね、普段言わないですよね、うん、
でもそのさっきの話に出てきた範囲だとそういうしかないみたいな状況で、うん、でもこの子はよくやったなと思って、よくやったミニトマトっていうことにすれば数えられると思って、うん、まあ、例えば小学生にしてみたらね、あの例えば魚はフィッシュですというのはまあいいとして、うん、はい、あのその人でもスターフィッシュですって、おお、そうそうすかみたいな、で貝はシェルフィッシュですって、おおっての全部フィッシュかよって、だからそのだから日本人にとっては魚っていうとあの魚じゃないですか、うん、フィッシュっていうと、はい、だから向こうのフィッシュっていう概念はもうちょっとなんか広いんだな、ね、みたいなことを、うん、例えば感じる子は感じるでしょうね、単にその、うん、暗記してる子だったらスターフィッシュっていうんだとか、うん、シェルフィッシュっていうんだっていう、いやでもなんかフィッシュってなんかそこら辺からなんか日本語と英語の距離っていうかを感じる場なんですかね、小学校の英語の教育っていうのは。なんか そこでうんって、あだから常に1対1対応じゃないよ、うん、あのってことですもんね、はい、うん、多分小学校の中で1対1を対応じゃなくてじゃあ何なのっていうところまで事細かく理屈で教える時間はないし、でもどうせ聞いてないから、うんうん、だけどなんかうん違うらしいなっていうとこだけなんか心に刻んでおいてもらえばいいかなって。これってどうなんですか、言語習得においてはかなり重要なことなんですかね。だと思います、はい、今これってあのこの今この言葉とこれが関係あるらしいんだけど、今目の前で見てるこのどの部分にあのそのいわゆるその記号設置問題とか今言われてるもの、うん、出た記号設置問題、うん、いやこれだから AI でね、すごい AI とかもうずっとですよね、シンボルグランディングプログラムってあのやっぱり AI コミュニティでもずっと、だから先生あれですよね、言語学とか人工知能とかのその研究ってもう本当に長い歴史があって、最近なんかオープン AI がなんかチャット GPT で解いたような気になってるけど全然解けてないことっていっぱいあるっていうかね、あでもねその 今ちょうどまだそんなに解けてないので、うん、こうあの授業とかでこう小テストが出すときに、はいはい、あのとりあえずチャット GPI に解いてもらったら、うん、あの絶対にこうあのこう0点みたいな問題とかをちゃんと作りやすいんですけど、うん、だからズルした人があの検出しやすいんですけど、まあ、そのうちどうなってくるのかなと思います。さよな、僕だから時々思うんですけど、僕実はあの先生あの数学についてもちょっといろいろ書かれてるんですけど、あの僕の知り合いの社長さんで、あの某早稲田大学の経営学部行ったから文系の中では賢いんですけど、はい、高校の時に数学が全く分かんなくなったって言うんですよね、微積分とか、うん、で俺にとってはえ微積分分かんないってどういうことと思うんだけどなんかそのなんか定義が受け入れられないっていうか、うん、でもこれって大学に行くと今度あの理系ってイプシロンデルタとか、うんなって全然今までの高校の数学と違うんで、そこでつまずいて分かんなくなっちゃう人っているんですよ、はい、高校の数学はできるけど、はい、って考えると小学校の時に分数とかできない子っているじゃないですか、いますね、うん、あれ定義が受け入れられないんじゃないかなと思って、はい、うん、なんかそういうのってないですか。こんなこと言ってるってバレたらちょっと怒られるんですけど、中二なんですけど、うん、なんかあの 分子と分がたまたま同じ式が出てきて、うんうんうん、同じもの、はいはい、そしたら両方ゼロになるから答えゼロって言ったんですよ。おで、あ引いたのか、どうやったの、うん、まあ、なんかとにかく消して消してゼロでしょって言って、うん、違うでしょって言ってそしたら1分の1はゼロかって言って、うん、あ違うねって言って、でも翌日ぐらいにもう一回同じこと聞いたら同じこと聞いてたから、なんか頭の中でその、うん、そのままの定義で受けられない。それってお子さんのことですよね。だからいやそれって意外とそこで本質的な何かあるんじゃないか、だから、はい、その分数ってことの定義が、うん、その人にとっては変なんじゃないかなっていう、うん、いやそれあると思いますね、うん、なんか算数とか数学ってもし間違ってたら教えてほしいんですけど、うん、違うものをとりあえず同じって考える考えじゃないですか、あ、うん、はい、まあ、1っていうのは例えばこのコップ1、このポインターも1、うん、それがどうしても受けられない子っていると思うんですよ、これ1個1個。えライアンはどんなタイプだった、ライアンそこはスーッと抜けちゃったか。僕ここは受けられなかったんですよね、うん、なんでこの1と受けられなかったの、はい、この1本とコップ1個は一緒なんだっていうのは全く受けられなかったですね、うん、どうしたんですかそれ。まあ、一応まあ勉強しなきゃいけないと思って、まあとりあえず1としてきたんですけど、今は大丈夫、今は大丈夫ですけど、だから腑に落ちたっていう、腑に落ちないですよ、まあ、とりあえずこの社会生活を送る上では同じ1にしてますけど、本質的には同じ1って考えていいのかなと思ったりしてますけどね。だから時々それが出てくるので、こういう子どもたちの誤解と見るとすごく共感します。いやだから逆になんかその、はい、すごく基本的なところでつまずいてる子ってのは、うん、はい、すごく基本的なところで深く考えてる可能性ありますよね。そうですよね。そうそうそう、うん、だから分布と分布同じ消える、そのあなたにとってじゃあ分数って何なのって、うんうん、なんか答えがあるのかなと思ったのとか。
そこから新しい数学の定義が生まれるかも。そうですよね。しないし、あの僕、うん、今ぐらいになってでも数学自然数ってあのペアノの公理しかないから、結局なんか最初の数があるっていうのとその次の数があるってことしか言ってないから、うん、じゃあ5860っていう数字ってあるって変だなって最近だと思うようになってもね、うん、5860って数字ねえだろうみたいなだあるのは次の数字があるってことだけだから。そうですよね、うん、で5860って何みたいなことを最近になって思うようになったんだけど、ひょっとしたら小学校の時に、うん、いや5860ってないよなって思ってる子がいるかもしれないしね、うん、ひょっとしたら、そしたらそれってすごい実は大数学者かもしれない、うん、分かんないけど、だから言語もだから自然言語も似たようなことがあるってことですよね。なんかその、うん、なんかそもそも前提を受け入れられない、うん、どっかでつまずいちゃってる子がそうですねいらっしゃるっていうか、その子たちがとりあえず今の社会に出てくるといろんな圧力とか生んじゃうと思うんですよ。例えばさっき の, あ, のあるなしの回答で言うと、うん、社会人になったらいやこんなに大きい箱があるんだったら埋めることぐらい分かれよって言われると思うんですよ。あのさっきの作者の気持ち分かりますか、うん、イエスって答えるのおかしいだろうって、こんな資格があるんだからそういう空気も読めよっていうのは、資格が大きすぎる、はい、それはイエスノーじゃないだろう、そういうことも分かるのが優秀な社会人だろうっていうのが今の社会な気がするんですよね。そこ井上先生、はい、いかがですか。いやだから、まあ、みんなですこうだからある意味、うん、あのそうやって情報があのやり取りされてるっていうことはやっぱり、うん、例えばそのどれぐらいの量の情報を、うん、あの求められているかっていうのはあの、まあ、確かにその選択あの回答欄から推し量ることができるとか、はい、あと、まあ、こういう状況でイエスかノーだけ聞くか聞かないだろうとか、そうそうですね、あと過去問を見たらちゃんと答えが埋まってましたとか、うん、そういうの考えろっていうのが、だからそのレベル の,、うん、あのやり取りっていうのは一つの、まあ、ちゃんとこう完成形があるとは思うんですけども、うん、ただあのじゃ あ, あの言語全体のレベルで考えたらそれは一つのこうレベルでしか過ぎないわけで、うん、はい、本当にこ う, あのこうじゃあこれを論理式に入れて論理式としてのやり取りで言えばイエスかノーかでいいわけですよね。だから、うん、じゃあどうしてここではよくってこっちはダメなの、はい、っていうのが、いや別にそのこの場ではダメっていうのが答えでもいいんですけども、説明はしてあげられるんですかねっていうのはありますね。そうなんですよね、うん、なんかあのポール・グライスの公理、はい、あのポール・グライス の, あのこの公理はまあリーズナブルだと思うんです。だから例えばだからこの、うん、じゃあ求められてるだけの情報を持つ発話をせよっていう時に、うん、そのねさっきライアンが言った、はい、こんな資格でかいんだから、はい、イエスかノーだけじゃないだろうっていうのは、まあ、例えばじゃあその、量の公理からいけるかもしれないんですが、ですね、はい、ただポール・グライスの公理に対する批判として、いや文化依存的でしょうと会話って、はい、うん、だからこれある種の、なんていうか文化っていうかその会話に対する態度を下手すると押し付けることになるっていうかね、うん、このポルグライス自体の これ自体はすごくあの納得できるんですけど、そう必ずしもそういう公理を受け入れられない文化とか個性もあるだろうと。そのあたりってどうなんですか、その心理言語学的にっていうか、うん、そのどういう考えになるんですか今は。あでもこういう情報が、うんうん、あの実はその今こう文を理解してる途中なんだけど、はいはい、どっちにも取れるっていう時に、はい、やっぱあのこういう情報は聞いてくるっていうような話はあるんですね。だから、うん、かかり受けどっちにもかかるんだけども、うんうん、こっちに言いたいんだったらこういう言い方しないだろうとか、おうおう、そういうふうな推論も働いてあの言語を理解すると言われているので、うん、情報としてはそれを受け取って処理するところはこう多分頭の中に仕組みにはされてると思うんですけども、ただそのちょっとメタ的にじゃあ私たちの使ってる言語はねって子どもと一緒に考えるときに、うん、じゃあ本当にこうあの論理だけのやり取りであのやることはあのいけないのかとか、それはうん、あなたの理屈なのかとか、あのそういう否定をするっていうのはまたちょっと違うと思うので、あそこそか、こういう考え方したらこうで、でもこういう言い方もできて、どうしてかっていうとこの、まあ、あのこの御用論って言葉を使うかどうかは別だけれども、人間があの、まあ、本当にこうあのなんだかなあの言ってないことまで伝わるようなあのテクニックを使ったらこうなるっていうレベルで の,、うん、あの求められてることと、はい、でとにかくこれでもあのこうこれは公文的にはイエスのクエスチョンとかイエスのクエスチョンっていうレベルって両方あるんだけども、うん、あの私たちは結局あの普段はどっちを使ってるのかとか、うん、そういうとこ全部込みで教えないと、あのこれにイエスノーだって答えるのはへりくつだっていうふうに排除するとやっぱちょっと子どもとしては納得いかないような、しかもここを知ってるのが、まあ、一種の権力性というか、うん、例えばイギリスの社会は分かっていますとか、うん、まあ
今日も後で出るかもしれない京都の文化が分かっているから曖昧な言葉も分かるっていうのは一種の特権階級でもあるじゃないですか。これを知ってる人とこれを知ってない、それはなんか結構さっき茂木先生が言った文化の押し付けっていうのもつながるんじゃないかなと思うんですよね。これを知ってる人と知らない人で、知らない人はイエスノーばっかりしか答えられないみたいな。これ広瀬先生、やっぱりこれおそらくこの番組見てる人の中だと、例えばこれから就活を迎える就活中の学生なんかはこれ就活面接で、いやそうですよね、あのこれをうまく効率を運用できる人はいいんですけど、あのどうですかって聞いた時にはいとか、はい、ありますとか短く答えた人とおそらく印象すごく悪くなっちゃうと思うんですよね、うん、そのあたりどうですか、その例えばあの就職活動とかそういう時に、まあ就職活動の逆の立場で、うん、いやその、面接を受ける側のアドバイスになくて申し訳ないんですけど、うん、なんか推薦状書く立場になると、はい、あの嘘は書けない、あの、うん、例えば、うん、あのこの嘘は書けない持っちゃったら、うん、他のこの推薦状のそうですよ、信用性がなくなる、うん、だけどあのこういうのがある、ご要論があるおかげで、うん、あのこう勉強はいまいちってあの直接言わなくても、うん、あのサークルめっちゃ頑張ってますとかあの楽しいですとかであの一言もけなすことなく、なるほど、あの、まあ、でもその勉強のことをあえて聞きたいんだったらこういうことですっていうのがちょっと伝わるとかいう意味で便利ではあるんですけど、うん、すごく高度な、うん、さすがあの、ね、心理言語学の教授じゃないとできないことだと思うんです。あとやっぱりあの僕あのマルコム・グラッドウェルの「トーキング・トゥ・ストレンジャーズ」って本があって、うん、僕これすごくある意味で衝撃的だったんですけど、うん、その感情を含めた言語の表現がやっぱり文化によって違うんで、何が問題なのかって、そのアメリカでいろんな文化のバックグラウンドがある方が、はい、あの犯罪を犯して裁判になった時に、うん、この人は反省してるかどうかとか、あの真摯になんかあの自分のやったことを受け止めてるかどうかっていう印象が、その文化によって違っちゃうんで、その判事が持ってる文化と違う文化で全然反省してないでふてぶてしく見えるから、じゃあちょっと重い刑にするっていう時に、単にその方の文化ではそういうリアクションをするのが、まあ、例えば反省していることを表すことだったりして、うんうん、そこの齟齬っていうのが実際にその刑罰の重さってことでもね、うん、あの現れてしまうっていう非常に衝撃的なサンプルがいくつかあるんですけど、うん、やっぱりそういうこともちょっとね思い出しちゃうんですよね、うん、この基本そのこの文化の中でこういうことは共有されてるからっていうのはある、うん、まあ、前提にしているところはあるので、うんうん、多分そこが逸脱してる分に関しては多分こうあのその外側の何か、うん、あのルールが必要ですよ。ルールっていうかな、こうルールっていうとなんかこう人間が決めたルールみたいにちょっと、うんうん、あの誤解されちゃいますけど、ま、あの仕組みが必要です、うん、そうそう先生、心理言語学的な立場から言うと、あるいは御用論的な立場から言うと、小学校特に低学年の国語教育ってのはどうあるべきなんですかね、うんうん、子どもたちの作文がみんな似てるので、うん、特にあの首都圏って割と本当に小学校の低学年からこう割とまあ中学受験とかの勉強をしてるので、はいはい、なんかこうちょっとした時の感想文とかのテンプレートがそう、みんな、なんか今あるみたいですよね、あの読書感想文、こういう風に書きましょうみたいな、だからあのもう運動会の感想でも何々して心に残ったことが2つあります、1つ目は何々あ、そうなっちゃってるってことですね。っていう、だからあの自分の考えを整理して、その時に例えばこういうテンプレート使ってみるのはあのこうあのこう役に立つレッスンだよっていうのはあのすごくいいと思うんですけど、なんかあのそれ以外の書き方で書いたらあの否定されるよってなんか思ってんじゃないのって思うことが、そうですよね、だからああいう豊かな語用がどんどん減っていくかもしれないですよね。なんか面白い、さっきの先生のお子さんみたいな豊かなケースがなんかパターンに当てはめちゃうっていう、あ、まあ、でも そのテンプレの中で出たらそれはそれで面白い、あ、まあ、それは面白いですよね、うん、あとそのさっきのはい、いえ問題で音で理解するってもあるじゃないですか。例えばみかんジュースっていうことだと、うん、みかんだとみかんって上がってるから次はジュースが来るだろうなって予測するみたいな、それはどういうことなんですかね。そう、それ多分なんか後の方で、はい、人間はどうやってこう言葉を使ってコミュニケーションをするのかみたいな話の時に、はいはい、あのまあ、今そのまあ、人間がどうやってこう言語を処理するのかみたいな時に、うん、まあ、どんな情報をリアルタイムに使って処理するかっていうことを考えた時に、これまたこの後多分日本語ってどのようにこう、うん、処理する時に
まあ、どういう困難性があるのかみたいな話が出てくると思うんですけども、いろんな情報をできるだけリアルタイムで素早く使って処理しますよっていうような理論をこう構築するときに、うん、西洋言語みたいにこう割と大事な情報が前の方に出てくる言語だったら、それで説明できたものを、じゃあこれ例えば大事な部分が後に出てくるような、その主要部工事って言われる、まあ、日本語も、あ、日本語は確か後に出てきますね、大事な、はい、うん、でそういうものもどうやって対応をしてるのかっていうふうなことがすごく問題になって、そういう言語の話し手でもやっぱリアルタイムに情報を本当に使って処理してるのかっていうふうな問題があったんですね。で最近はそれでもリアルタイムに情報を使う、まあ、要するにディレイ遅延とか、しないで速やかに処理してるっていうところまではいいんですけど、じゃあどうするのっていう時にどこまで予測するのか、こう予測っていうのが処理にどれだけこう大きな力を持ってるのかっていうことが今すごく注目されてるんですけども、うんうん、でその中の一つで、なんか途中まで聞いてなんかこう発音がちょっと違うからこのあとこういう構造になってるんじゃないかっていう予測をしてるんじゃないかみたいな、うん、まあ、そういう話題がちょっとまた後で、なるほど、ちょっと面白い実験したので聞いていただきたいんですけど、はい、国語の話で言うと、うん、そのアクセントの話って面白いと思うんですけど、うんうん、意外に国語の時間に扱わない気がして、うん、確かに、だから雨と雨って違うよねぐらいは出てくるんですけども、うん、もっとこう体系的に扱うってことがあんまりない。そうですよね。いや、さっきのちょっとみかんの話、ぜひ、うん、前もっと解説もらいたいんですけど、はい、英語は大事な情報が早く来るからリアルタイムで分かり合えると思うんですけど、日本語は後に来るので最後まで聞くまで分かんないとされてたのが、実は音で我々は予測し合ってるっていう話ですよね。はい、はい、音だけじゃなくて、例えば、はい、まあ、例えば動詞が来ないと、うん、こう今名詞、要するに目的語的なものがいっぱい出てきて、うん、動詞はまだ出てきてないんだけど、こいつらは何が主語で何が目的語、どういうふうに割り出せばいいのかっていう情報がないままにこう入力だけが溜まっていくんだけども、まあ、それをどのように構造をもう予測的に与えていくかとかいうのは、まあ、音声的な情報もあるし、あとはそのすでに入力されたものの、あ、まあ、単語の持つ情報かもしれないし、あとそれ以外にもいろいろあると思うんですけど、みかんの場合どうなんですか。さっき そのみかんのに関しては、まあ、方言によっては違うんですけど、まあ、とりあえずちょっとここでは東京の話し方をすると、うん、まあ、みかんっていうとこうアクセントっていうか聞こえ方が決まってるんですけども、語彙によって、で語彙によって違うから雨と雨は違うみたいな。だけどこれ複合語で使われるときはみかん何々とかみかんジュースとか、あ、ちょっと上がるんですよ、みかんって、ね、うん、だからひょっとしたらみかんって出てきたときは、あ、今とにかくみかん単体というか、まあ、みかんそのものの話してるんだなっていう予測を立ち上げられるかもしれないんですけども、例えばみかんってくるとみかん単体じゃなくてみかんに関係あるなんとか別のものだな、みかんジュースとかみかんゼリーとかなんか、はい、あ、来るだろうなって分かるってことですね。これ僕、うん、やっぱりお話伺ってて、いわゆる英語でいうとプロソディっていう情報の芳醇さっていうのは、うん、特にですね、日本の言語教育って、例えば詩の朗読だとか、いわゆるシアターエデュケーション、ドラマエデュケーションに相当するものとか、うん、そういうものがほとんど行われてないんで、うん、特になんかそういう情報って我々落ちちゃってるとか、教育のリテラシーから、読み書きはするんだけど、うん、読むっていう方も黙読の方ですよね、うん、だそういうなんか先生が研究されてるようなそのプロソディだとか、うん、そこら辺のことってリテラシーとして落ちちゃってますよね。だからその心理言語学の非常に広大な領域、そこが一番面白いところなのに落ちちゃってるのが残念だな、はい、最近でもやっぱりこう声に出して読むの、あ、はいはいはい、だから、うん、音読っていうのがその学校活動の中にすごく入ってるんだけど、うんうんうん、だけどそこら辺のリテラシーはないんですか。そうですね、だからせっかく音読してるんだから、いろんなパターンとか、うん、あとちょっとわざと語彙のアクセント変えたらどうなるのかとか、もっと遊んだらいいなと思うんですけども、やっぱりその決まった時間内に決まった内容をしなきゃいけないので、音読の課題は出しても、その素材を使って遊ぶことまではなかなか難しいですよね。そこは心理言語学者としてはちょっと不満なところですよね。よく心理言語学先生の論文でもよく出てくるんですけど、F0、FO っていうんですかね、
基本周波数、はい、あれはどういう概念なんですか、あの一般の視聴者の方に。そうですね、あの基本周波数っていうのは、まあ、今まさにこのアクセントの話に関係あるんですけども、その声の 私たちはその声の高さって感じるのに、はい、声の高さが違うの何が違うかって言ったら基本周波数が違うってことなんですけども、まあ、その私たちのこう声帯が振動する、まあ、一番その低い、あの、まあ、一番基本となる周波数なんですね、人間の声って別に一種類の周波数からだけできてるわけじゃないんですけども、ただその一番その基礎となる、まあ、一番低い周波数で、あの声の高さに直接それが非常に重要な情報になってると。そうですね、声の高さですね。先生の論文でよく出てくるダウントレンドってのはどういう概念なんですか。あ、これは例えば、はい、みかんっていう単語とジュースっていう単語 と、じゃ あのメロンっていう単語は、うん、まあ、あのみかんジュースメロン、みかんがメロンに重曹とか、まあ、なんか適当に文にして読んだ時に、うんうん、あの全部みかんジュースメロンって単体で読んだら、まあ、これ全部ちょっとこう、最初が高い、あの単語なんですけど、こういう風になっていくわけですね、はい、で一個一個だったら同じパターンで、あの高さのパターンとしては聞こえるかもしれないんですけど、これ文の中でフレーズの中に入れると、うん、少しずつあのだんだんだんって下がってくる。それ なんでなんですか。なるほど、だから確か言われてみたらそう、いやそうですね、はい、でこれ別に私たちがこうそうしなきゃいけないと思ってやってるわけじゃなくて、本当生理的な、それ日本語が持ってる特徴なんですか。まあ、結果的にそうなるというか、その本当に生理的な制約で、あの下がってくるんですけども、例えば青い猫の傘っていうと、あの青い猫の傘じゃなくて、あの下がってるのが、本当だ、青い猫の傘下がってる、下がってる。だけどもしこれをダウントレンド、ダウンステップかけないで青い猫の傘っていうと、字だけで書くと、青い猫の傘って字だけで表現すると区別がないんですよね。実は曖昧性があるんですよね、どっちかも、あの、だから猫が青いのか傘が青いのか、だから傘全体が青くて猫の絵が描いてあるのか、傘の中に青い猫がいるのか。なるほど。だけどこれを読んだ時に青い猫がいてそれがついた傘だったら、その、ここでは 左枝分かれって表現してる本なんですけども、読んだ時にこう少しずつそのダウンステップがかかっていうか、青い猫の傘みたいな感じで少しずつ下がる。なるほど、これで全然就職後とどこがかかってるかが聞こえ方違いますね。そうなんですね、だから音なんですね。そうなんです、うん、右枝だから言うとすると、もちろんこれあの間を置けば青い猫の傘って言ってもいいんですけども、はい、あの今 その声の高さで言うと、アクセントで言うと、あのその猫の傘ってこっちをまとめたいときは青い猫の傘って少しその下がらずに上がるみたいな。言われてみたらそうですね。じゃこれ文章だとやっぱり情報量は足りないんですかね、言葉って。やっぱり音と組み合わせて完成するものなんですか。そう、あの、うん、だから、まあ、読むときは、まあ、こういうふうに、あの、まあ、この、どのような抑揚を持っているかっていうのが、どういう統合構造がそこに反映されてるかっていうヒントになることもあるんですけど、今、はい、先生思いつきました、はい、このブランチングアンビギュイティの例、はい、かっこいいライアンの T シャツっていうのと、かっこいいライアンの T シャツ、後者がいいですね、はい、確かに、うん、だから前者だとかっこいいライアンの T シャツで、はい、T シャツがかっこいいってことなんだよ、うん、でかっこいいライアンの T シャツだとライアンがかっこいい、かっこいいみたいな。でいいですか、あれ違う、合ってますか、あれ、ちょっと今 あのちょっと多分共同の仕方が若干違う、すいません俺おかしいのかもしれない、まあ、雰囲気って、ブランビゲイティがあるわけですよね。いやそうですよね、でもそれ普段我々やってるのに気づいてない、ね、気づいてないですね。それだから先生は厳密にあのあれですね、脳波も使われてるし、かそのあの視線の抽出なんかもされてるんですよね、この抽出点の抽出とか、はい、このこういう絵をたくさんこう、はい、あの見せて、であの例えば青い猫の傘あのクリックしてっていう時と、うんうん、青い猫の傘をクリックしてっていう時で、あのまあ、あのそのどこを見てるかとか、そうですね、でこれがね、あの大人と子供で違ったりするので、なるほど、だからこれあのこれ多分こうどういうあのかんあの順番で処理すると一番効率がいいかっていう時には、青い猫のまで聞いた瞬間はもう青い猫でまとめるっていうのがおそらく時間軸的にも、はい、そうですよね、早く処理が、うん、あの解釈ができるので、うんうん、あのこの左枝分かれの方がまあ普通はあの一般的にはより、なるほど、優先されるって言われてるんですけど、
これ先生でもこれ今スマートスピーカー例えばGoogle ホームとか Amazon Echo とか、うん、あれで我々の音声認識してもらうときにこういうのってめっちゃ技術的にはだってど真ん中ですもんね。そうですよね。ただここまでやってない。私シリに、はいはい、シリの画像があったんですけど、 ありますね、はい、まずこれ、はい、シリダメですか。いや まずこれ以前に、うんうんうん、これってその、フレーズの、はいはい、どことどこがまとまるのかっていうようなことを表すような、はいはい、その抑揚なんですけども、はいはい、それ以前に個別の語のアクセントがあるじゃないですか、うん、だから、うん、まあこれ、まあ、多分シリでそんなに実現されてない理由としては、これ別に東京方言の人限定であったら困るっていうのはあると思うんですけど、はい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 、なるほど。例えば児童、子どもの児童っていうのと、うんうん、児童ってオートマティックの児童 で、はい、で例えば児童って発音したらオートマティックの方しかありえないと思うんですけど、自動ドア、そうですね、自動ドアとか、うんうん、でもわざと間違えて例えば自動の数が多いって言ったらやっぱり数が多いと狂気するものとして答えを出してくれるので、アクセントは完全に無視してるんですね。ああ、そうか、そっちを優先しちゃうんですね。なので例えば、はい、だから雨がって言いかけたら、はい、もうシリ途中まで聞いて、はい、どっちだ、レインの方の、はい、出してきてくれるんですよ、ね、うんうんうん、で雨がって言ってるんだけども、その雨が食べたいっていうと、うん、さっきはレインの方にしか取れないようなアクセントで言ってるのに、うんうん、食べたいっていうともうささっと変えて、それ面白いですね。食べたいで想起しちゃうわけですね、なるほど。だからこれ本当にライアンね、だからその先生がやってらっしゃるのは本当に基礎科学としての心理言語学っていうのが、はい、実は今のビジネスのど真ん中と関係してて、これ逆に言うとどれぐらいアクセントを考慮するかっていうのは、まあ、先生おっしゃったように、その地方によっても違うし、ダイレクトって方言によっても違うし、逆にだからその味付け難しいですね。どこまで、うん、細かく考慮すべきなのかっていうのは難しい。個人差もあるってことですよね。個人差っていうか、その、はい、だから多分まあアクセントは無視してっていうのは人間ができないこととして、うん、そのまあ大量のパターンと合わせて、はい、ある程度うまくいってるんであれば、うん、アクセントは捨てるっていうのはまあ一つ やり方なのかなと思うので、ただそれはテキストだけのコミュニケーションをやってる社会なら通用すると思うんですけど、そうでもないじゃないですか。結構こういう音声コミュニケーションしてるのに、うん、全然じゃあ通用しないことになっちゃいますよね。単語だけで判断してる。そうですね、はい、ただなんかもうでももう言ってる途中で変えてくるので、ああまあそうですねそうか。これ逆に先生もなんかご自身の中で息子さんがね、本当にもう天才気質の息子さんが、はい、ご用されるたびに何か同僚の先生にご報告なさってるって、面白いなと思ったんですけどやっぱり心理言語学者としてはそのあたり その御用っていうか、ちょっと非典型的な言語の運用ってのは貴重なデータになるってことですね。はい、その言語学者はそういうのを、うん、言い間違いって言ったら、まあ、大人からしたら間違ってるもの全部ひっくるめて言い間違いって言うんですけども、はい、うんうんうん、例えばその粉さんミンバーマって言っちゃったみたいな、もうそれ先生ですよねちょっと確認なんですけど、ご著書に書いてあったんですけど、本当に東大教授がああいう言い間違いしてるんですか。じゃあ粉さんミンバーマネタに、いやまあそうだけど、はい、授業中とかに、でも私これ本当に授業中にやったんですけど、まさにこういう話をしてる次の週ぐらいに、はいはい、よくこう言語学の例文って、うん、太郎が花子になんとかっていう、うん、まあちょっとその、うん、抽象化するために登場人物全部太郎が花子っていうのが多いんですけども、はいはい、で太郎が花子にとしてなんかタラコがって言っちゃったんですね花子と太郎混ぜちゃったタラコって言っちゃって、はい、なんかそれ自分ですごい今面白いこと言ったなと思ったんです。それはどう分析されてるんですか。それはだからそういうのはピュアな純粋な言い間違いなんです。純粋な言い間違いだから太郎と花子って言おうとしてそれが正解だっていうのがはっきりしてるんだけども、ちょっと頭がバグってその発音する順番間違えたとか、それはそれでちゃんと言語学的にじゃあどういう入れ替わりだったらあるのかとか、どこまで先読みしてることになるのかとか、先だけまでプランニングしてることになるのかとか、入れ替わる単位はどんな言語単位なのかっていうのはそれはそれで研究の対象なんですけど、これ先生根本的な質問してよろしいでしょうか。先生はこの心理言語学の分野をなぜ選ばれましたか。でもやっぱりこれどっちの意味にも取れるけど、どうやって私たち理解してるんだろうなみたいな、そういうのは興味があったんですけど、っていうのはなんでお聞きするかというと、案外
その言語だったら言語の運用が苦手とか、うん、ちょっと増えてな方が、こういう学問に興味を持つことってもあるのかなって。それねすごい言われてて、ええ、あそうですか。はい、だから言語学のこの分野やってる人はこの分野が苦手だから、自分のプラクティスでは苦手だからやってるんです。あ、そうなんですね。謎を解くためにやってるんですかね、うん、なるほど。いや数学でもグロダンディークが有名なグロダンディーク素数って抽象数学は得意なんだけど素数の例として57を出したって有名な事件があって日本だと、ね、中学受験の人だったら57って3で割り切れるってあっという間に分かるんだけど、はいはい、ロダンディークって世紀の天才数学者が、はい、間違えちゃったんですよ、うん、あともう一個モンティーホール問題って3つのドアがあってそのうち1つ選んで1つ選んだら司会者がドアの1つかどっちか開けて外れの方を出すんです。1つだけ車があってあとの2つはロバがいるんですけどこれを選んだら実はこの後ろにはロバがいましたって出してくれた時にチョイスを変えた方がいいかどうかっていう問題があって、うん、で結論は変えた方がいいんですけど2倍確率が上がるんですけどそのゴダンディークをはじめとする偉大な数学者がみんなこれは変えても変えなくても同じだって。あ、なるほど。だ意外となんかそのなんていうんですか、なるほど、すごく高度なことを考えてる人って意外と基本的なところで間違えるっていう、なんか一般則があるみたいで、うん、いやひょっとして広瀬教授も言葉苦手なところもあったのかな。いや多分みんなはいはいと思ってる。幼少期の頃も言葉苦手な時あったんですか。言葉はいや興味はあったんですけど書くのが苦手で。どういうことですか。書くっていうのは字が汚いし、うんうん、で字をだから今子供があんまりにも漢字書けないってわーって言ってるんですけど、うん、自分も書けなくて今とかだってもう書き順とかも分かんないから、うん、黒板なくてよかったって思どうこれどういうことなんだろうね。そうですよね、うん、面白いよね。先生漢字ってどう思われますか。その犬と大きいが違うとか、だから犬と太い間違えるのってドラえもんのネタだけだと思って、はい、ドラえもんの漫画ではありますよね。だからそれ、はい、結構盛大にやってくれたんです。やってくださったんですよね、はい、ねどういうことなんだろう。でもそれも、はい、頭の中にじゃあ漢字ってどうやってどういうビジュアルとして覚えてるの。全体 の、 こうスナップショットみたいに覚えてるのか、それとも漢字ってもっとこうより分析的にパーツに分けることができるのかとか、はい、分けることができるんだとしたらその配置をどういうふうにどう配置するっていうところもまたそれに対してなんか別のレイヤーとして、でそこが違うのかなとか、そういうどういう覚え方してるのかなとか、漢字の記憶の単位は何かとか、そういうようなことを考えるきっかけで、だからあんなに書き順にこだわってるのかもしれないですよね。そのスナップショットで覚えるとこういう字に点があるのが犬って覚えちゃうと、うん、あれどこだったかなって言って太いになっちゃうけど、書き順だとこういう風になるとかなんですか ね、 ですかね。そこわかんない、まあ、そう書き順でも一緒か、なんかよくわかんなくなってきますね。そうするとでも本当私、はい、書き順多分だから舐めてたんですね、はい、小学校で。だから書き順なんかどうでもいいと思ってたから、はい、こうちゃんと一個ずつ書いて練習しなくて、はい、こうなんか流れ方式で横とか立てとやってたから、はい、本当今タイムマシーンでなんで私はあなたに忠告しに来ましたとかやりたいですね。あ、子供の自分にですか。一個書いて覚えた方がよかったよとか。あと先生は関西ですか、ひょっとして。わかりますか、ね、いやなんとなく関西っぽいなとか思ったんですけど、どこですか。生まれは大阪で育ちは奈良です。でそうなってくると西と東って言葉はまた違うじゃないですか、はい、そのあたりって今研究対象としても非常に面白いところなんだと思うんですけど、はい、よくぞ聞いてください。で どうなんですかそのあたりは。今さっき の、予測に関する、はい、その視線計測とか、うん、そういう実験を今実は関西弁を使った実験をやっていて、でさっき の予測の実験っていうのは東京方言のアクセントで、あ、そのみかんの話ですか。みかんと、はい、まあ、例えばリンゴだったらリンゴでもリンゴジュースでも変わらないけれども、うんうんうん、みかんの場合はアクセントの変化違うので、うんうん、それで予測聞いてくるかみたいなことをやってたんですけども、リンゴだと変わらないんですか。はい、リンゴジュース、あれ本当だ本当だなんでだリンゴ分かんないですね、何が続くか。みかんジュース、あれなんでみかん分かりました今。え、なんでですか。もともとのリンゴとみかんっていう単体のアクセントの型が違うんですよ。はあ、だからこう、うん、みかんってこうアクセント角があってこうヒュッと下がる、みかん、うんうん、リンゴってのは平板なので、リンゴ、はい、リンゴなんですね。リンゴジュース、はい、みかん、
みかんジュース。ああ。でそれ複合語になった時にどんなアクセントになるかっていうルールの聞き方が、あのこれちょっと違いが出るところで。あ、まあ、その詳細はいろいろその組み合わせにもよるんですけど、でも両方聞いた方が合理的じゃないですか、その早く予測できるので、うん、なんで聞くのと聞かないのがあるんですかね。あ、はい、だから本当たまたまの、たまたま、あのだからあの複合語にした時に前半部分がたまたま変わらないような組み合わせもあるよっていう。先生これだからあのご著書の中にもありましたが、例えば鹿狩りウサギ狩りっていうのと鷹、うん、狩りっていうのはね、同じ狩りでも鹿狩りウサギ狩りは鹿とかウサギを狩るんだけど、鷹、うん、狩りっていうのは鷹があるいは鷹を使って狩るっていう、これもだから普段通り過ぎちゃってますけど、さすがの心理言語学者、言われてみたらだってね、面白いですね言葉って。だから本当になんかそうやってみるとなんか例外、なんか一般的な何でもに当てはまる規則があるっていうより、なんか例外が多いですね、例外っていうか。でこれもまあ、多分表面的には、うん、だから、うん、まずあの違うな、あなんか鷹狩りは例外なんだなっていうところを、うんうんうん、例えば子供にあの発見してもらったらそれはそれで一つで、うん、でさ、ですごい面白いなこれって思ったら、うん、実はこのように考えたら例外ではないっていうふうなところまで、そこまでという一つ高度な、うん、なるほど、だから例えばよくあの書かれたあのレタス栽培とか、はい、うん、それに対してビニーん、ハウス栽培か、ハウス栽培ってハウスを栽培するわけじゃないですかね。ハウスで栽培するわけだから、うん、あれもだから、これ違うなって気づくのがまず第一段階で、その後はそれを普遍的になんか捉える方法があると、はい、だからこれどういう内部構造をとってて、その中でその、まあ、栽培とその前につくものの、うん、あのまあ、なんていうかな、文法的な関係がどう整理できて、うんうん、でそれによってあの、まあ、あのその複合語の作り方ってあの、まあ、どういうふうになってるのか、どういう規則なのかとか。面白いな、言葉って。僕なんか逆にちょっと今 ふと思ったんですけど、かつてエスペラントっていう人工言語を作ったじゃないですか、うん、でその我々が持ってるいわゆる自然言語ってのは本当に自然に出てきたじゃないですか、そのね、日本語だったら日本語、インドネシア語だったらインドネシア語、うん、そのでもその生成規則って我々まだ理解しきれてないわけですよね、今お話伺ってただけでも、うんうん、そんな状況で人工言語って作れるんですかね、うん、そもそもエスペラント語っていうのはあるんですけど、うん、もっとなんか我々がちょっと理解しきれないぐらい言語の背後にある規則性ってある意味深くて多様なのかなって思ったりもするんですけど、そのあたりどうですか、エスペラント語みたいな。なんかその多分そのエスペラント語とかでも、うん、あの例えばそもそもじゃあ自分の使ってる言語の規則はそもそも何なのっていうところを全貌が分かってないよってことに関して言うと、うん、あのだからなんで分かってないのに使えてるのかっていうことだと思うんですけど、うん、なんで分かってないのに日本語喋ってんだろう。そうですよね、なんでなんですかね。そうだからまずそこだと思うんですよ。だからその子供はどうやってあの言葉を覚えてるのっていう時に、なんでこんな間違った活用するのっていう時に、あのその当時は間違ったけども今誰も間違、修正してきますよね、誰も間違わないじゃないですか、はい、あの動詞の活用を間違う人も多分あの中学生ぐらいではそんなにないと思うんですけど、はい、中学生が今度は国語の時間に活用表とか覚えさせられて、ちょ待てって、もう俺日本語喋れてますけどみたいな、なんでこれを覚えるのかってことになると思うんですけど、じゃあ逆に聞くけど、なんであのこれ習う前から覚えてたのっていうところに。そうですよね、なんか体型が頭の中入ってるんですかね、なんでなんですかね。だから多分だからその白紙の状態で表を出されて、うん、あの比喩ですけども、ちっちゃい子にしてみたら、うん、で、まあ、これ何の表かも分かんないかもしれないけどよろしくみたいな感じで、であのどこかから類推して埋めてって、で一発で正解するわけはないので、うん、あこうだあきっとこうなんじゃないかなと思ったら、でこれは多分例外でしたとか、これは別の活用形でしたみたいなところでこうちょっと修正してってんですかね、うん、なんか日常生活で、だから多分あのその時にやったことっていうのは、あのじゃあどのように修正して今どのように整理されてるのかっていうことは多分使ってる本人に分かるとは限らないので、あのだからそういう知識みたいなものをじゃあ今度あのこう万人が理解しやすいような言語を作ろうってなった時に、じゃあどの言語 の, あ の, どの
側面の知識をどう使うんですかっていうところは、私は逆にどうやって考えてるんだろうな、ね、これはだから僕今お話伺ってて思ったんですけど、その話し方が上手い人とダメな人がいるってよく言うんだけど、じゃあ上手い話し方ってどうやって教えられるのかっていうと、うん、教えられないじゃないですか。そうですね。最近もなんか立川志らく師匠が、落語家最近若手がダメだって言ってて、ビートたけしさんが落語をやるとめちゃくちゃなんだけど面白いっていう話を言っててね、でそうなってくると、じゃあなんでたけしさんの落語はむちゃくちゃなんだけど面白いだろうっていうとよくわかんないじゃない。確かに。これどうですか、これ本当専門家に無茶ぶりな質問なんですけど、もし先生がよく聞かれると思うんですけど、おそらくうまく話すにはどうすればいいですかって無茶ぶりな質問されたらどう答えますか。いや、 やっぱりそれ私がすごく聞きたいんですけども。いやいや、先生、先生の立場から。でもやっぱり、こう、漫才とかでも出てきた瞬間この人たち面白いこと言うよなっていう。先生がノンスタイルの漫才褒めてらっしゃいましたよ。ノンスタイルは何でいいんですか。よく知ってますね。いや、実はいや私もちょっと漫才やるんですけど、そうなんですか。いやいや、どっちですか、ボケツッコミ。本当にお遊びでやっただけなんで、その時子供とやったんで、とりあえず子供に突っ込ませるように。ボケですか。なるほど。そうですね。なるほど、ボケですね。いや、でもやっぱり声が出ない、こっからしかやっぱりこう、いや、てかもうこれ全然言語学の話じゃないんですけど、すごい個人的なお悩み相談なんですけども、はい、なんで私はだから茂木先生とかライさんとかどうやったらこういう声で、いやいやいや、その心理言語学のね、はい、じゃあ心理言語学の学問からはどうやったらうまく話せるかとかいう、そういうのは出ないってことですかね、今のところ。うまく話せる、どこまでがそのうまく話せる、こう要素に入るかっていうのはあるとは思うんですけど、まあ一つは、分かりやすく、分かりやすいように話すっていうことで関して言うと、やはりこう、こういうふうに抑揚のつけ方とか、あるいはその自然言語って一時的な多義性が生じるので、そういうものがどういう時に起こるのかっていう知識を持っていれば、そういうのはできるだけ回避するような工夫はやはりその知識でもできると思う。多義性を回避する、だ誤解ない話し方はできるかもしれないですね。そうですね、だから例えばそのさっきその、ユーミンが好きな人って言って、ユーミンがその誰かのことを好きな方なのか好かれる方なのかっていうのは、ユーミンが好きなのか、ユーミンを好きなのか、そうなんです、でこれはだからもう多義性を持っちゃってしょうがないんですけども、でこれ分かんないままだと話が逆になっちゃうと思うんですけど、なるほど、だから例えばじゃあ、ここに俺この前ね、ユーミンが好きな人に大手なって、まあ、ちょっとなぜか関西弁になってるけどユーミンが好きな人に大手なっていう時に、その後バーって話していったら、ユーミンがその人のこと好きなのか、ユーミンのことを好きな人に会ったのかっていうのが分かんないとモヤモヤするよね。例えば、例えばそういう多義性をなるべく避けるのがいいと。もしできるだけ誤解がないようにっていう時に、どういうところがその工夫するポイントかなっていうのは、逆立てられると思うんですけど、今まで生きてきた中で一度も考えたことなかったでもそれ多分そう、気をつけろって言われたらなんていうのかな、できるって考えたことあった。いや、ないですね。だから深いね、考える必要ないと思うんです。いや、ただあれですよね、話がうまいって我々が感じてる人って実はそういうなんかポイントがあるのかもね、これを自然にやってるのかもしれないですね。多義性をなるべく少なくしてとか、音とか、さっきのみかんとか、みかんもちゃんと気をつけて想像、相手に想像させて、相手が想像したことが返ってくるから分かりやすいっていうのはあるかもしれない。で確かに、いくら話聞いても頭に話が返ってこない人っているじゃない。あの人たちはなんか何かが満タンなのかもね、多分ずっと聞かないと分かんない。多義性もそうだし、みかんなのかジュースなのか分かんない。くどい、よく周りくどいとか言われる人ってそうなのか、あとやっぱりその日本語の特徴として、例えば文の中にさらに副文が入ったりするときに、どっから副文だったのかっていうことも本当最後まで分かんなかったりするので、なんか一番最初に主文の主語があって、その後に副文がでーって言って、主文の主語がようやく着地するのがもう文の一番最後とかなることってあるので、でこれ思ったままに話しちゃうとそうなるし、まあ日本語はそういうもんなのでそれはそれでいいんですけども、ただまあ相手が分かりやすいように工夫しようと思ったら、できるだけその例えば主語で始めたら、その主語が何の主語なのかっていうのをできるだけ早い段階で
完結するような文の作り方をするっていう工夫はやろうと思ったらできるかもしれないですね。やってないですけど私は、うん、やっぱ先生がやられてるその先行中止法っていうんですか、そのプレファレンシャルルッキングってだからどっちを見るかっていうね、おそらく幼児とかの研究でされてると思うんですけど、うん、ああいうことをなんか普段から思ってるとやっぱりその喋ってる時もどこをそこの人が見てるのかとか、うん、はい、そこも含めての会話じゃないですか。だからその言語を行為として見た時になんか我々もっと言語ってものに対して細かい注意向けた方がきっといいんだろうね。だからどうですか、研究されててやっぱり我々の日常の会話も細かく見るようにやっぱり職業柄なってくるんですか。ちょっと面白い言い間違いとかしたらはいいただきましたとかなっちゃいます。いただきましたになるでもあと、はい、でもそれはやっぱり知らない間に知ってることっていうのにもっと目を向けると、例えば、うん、その国語の時間の他になんかこう言葉の時間みたいな、なんかあった方がいいですね、うん、そういうのは確かに、うん、本当にそういうのやってほしいですね。あとエクストリームサイエンス撮ってるスタッフって映画とか撮るやつもいるんですけど、はい、そのドキュメンタリーとかで僕が聞いたすごい話ってこうやって喋ってるじゃないですか。カメラが1個しかなくて1カメで今ライアン喋ってるじゃないですか、うん、で次広瀬先生が喋り始めたとするじゃないですか。その時すごいカメラマンってもう広瀬先生が喋り始めた時にはこっちにカメラが来てるっていう、あれって心理言語学的にはどういう、もうそれもまさに予測ですよね。だから予測だから、うん、今この辺りで例えばその統合的な話で言うと、はい、ここまでこれだけの入力あったら、うん、多分この辺りで文終わるだろうとか、そういう予測もある程度できるから、どうですかね、そのカメラ、どうですか、監督、そう前田監督が今前田監督って予測して動きますね。いや予測しっかり、もうやっぱり優秀な監督なんですか。経験でこう身についてくるから、だから結構振るの早いです。振るの早い、だからそういうことがあるっていうんで、うん、でそれをなんかあえてこう裏張って張って続けたりとかそういうこともするんです。出演者がやらしい出演者がそれなんか結構面白いこと考えてますね。さすがですね。だからそう考えるとなんかそのね心理言語学の世界って本当になんかいや面白いですね。広いですね。でどうなんですかこれもう、ま、ちょっと現代におけるはい、やっぱり人工先生も本当にもう、うん、もうはっきり今の人工知能はどうなんですか。自然言語系の人工知能は先生から見ると。どのように中で何が起こってるのかっていうのは本当に何も知らない立場で言うと、うん、いや本当にだから自分がいかにアホだったって話ばっかりで申し訳ないんですけど、うん、まあ、例えばこう小テストとかに、うん、チャット GPT で答えてくるやつとかいるんですけど、あとまあ自分でちょっと東大の学生ですよね。でもうちょっとチャット GPT らしくなく編集すればいいのにと思うんですけどもそのままやみたいなやつもいるんですけど、あでも自分もこう出す前にじゃかけてみてどんなこと答えるのか見るんですけど、うん、すごく一回も授業に出てなくって、うん、全く分かってない人が出されて、うん、一生懸命無理やり答えたらこうなるんだなみたいな。あ、チャット GPT が、はい、面白いですね。なるほど、なるほど。例えばこの中のキーワードを使いなさい、適宜選択して使いなさいって言って、はい、うん、関係ないやつも半分ぐらい入ってるじゃないですか、はい、でもどれが関係あるかは分からないから、はい、うん、あ、そう、適宜ってそういう意味なんですね。そうなんです。ノイズも入ってんだ。そうなんです。で、例えば私が授業に1回も出てなかったら、はい、とにかく全部使って頑張るぞみたいな、ね、まさに額面通り受け取っちゃうんでしょうね、うん、っていうかその、はい、授業出てなかったせいで、はい、どれが関係あってないか私には分からないので、はい、でもとにかくテストでしか書かなきゃいけないから、はい、全部入れて頑張ってみました。でも授業に出てそのコンテクストは分かるから、そう、授業に出てる人はこれはここにはここにあるとかあるんですけど、でチャット GPT にやらせると関係ないやつも全部使って頑張ってくれてそれは面白いですね。で、すごく適当に、うん、というわけで文脈によるわけですみたいな、よるので気をつけなければなりませんって書いてきて、すごい分かったやつがむっちゃ頑張って辻褄合わせたらこうなるけど、それってかつての私みたいな、なんかそう、チャット GPT は授業に出てないやつが一生懸命書いたような答案を出してくれてこれ面白いね。面白い、すごくし、なるほど。どうだ、やっぱりまだダメなんですかね。いや、逆にチャット GPT が授業に出たらどうなるんだろうね、うん、でその授業の知識を仕入れて入れたらどうなるのかな、うんうん、あと音とかも仕入れるようになったら変わりますよね、うん、そうだから、そのダメって言いたいわけじゃなくて、はい、分かんないからチャット GPT 使っちゃってる人と分かってる人を
たまたまうまく区別してくれるようなアウトプットを出してきてるから私は助かるんですけども、ずっとダメだとは限らないと思います。これからね、確かに、うん、これどうですか、その自然言語を研究されてる立場から、これからの人工知能って可能性あります？こういう研究したらいいんじゃないかって、逆にだからその心理言語学とかの知識っていうのをどん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 これからマイニングしてくるかもしれないですよね、うん、彼らもね。どうですかそのあたりは。だから多分もうその、問題にしてるような現象っていうのは、うん、まあ、例えばこれ多義性があるとか、うん、これはすごく文の最後まで見ないと、うん、このかかる気がわからないとか、その時にどうしますかとか、問題にしてる現象はすごく共通してると思うんですけど、あ、なるほどなるほど。でもどういうアプローチでそれやるかっていうのは、うん、まあ多分まあ違うんだろうなっていうふうに理解はしているのですが、人間にできないことまでやるんだったら、うん、まあそれはすごいねっていう感じで、うん、そうか。あとドライブマイカーなんかもそうなんですけど、最近やっぱりあの映画ってやっぱり多言語っていうのがすごく大事なモチーフだったと思うんですけど、今までどうしてもやっぱり科学の世界って英語中心なんで、先ほどもおっしゃってましたけど、英語とかそのヨーロッパ圏の言語をモデルに自然言語の科学研究って行われてきたと思うんですけど、今それこそ日本語もそうですけど、いろんな言語があって、そのあたり先生の分野ではその多言語性ってのはどれぐらい今、うん、研究テーマとしては重要になってきてるんでしょうか。そうですね、もうだから私が大学院生をやってた、うん、まあ、90年代ぐらいに、はい、ちょうど今のおっしゃったようなお話で、ええ、この西洋語を大体データとして、うん、ある程度人間のがいかにリアルタイムに言語を処理するかっていうことが大体説明できてきたぞっていうところに、でも日本語みたいな言語はありますけど、つまり言語はそういうふうな多様性を持ってるんだけれども、うん、頭の中にある仕組みまで多様ではないと、はい、だからその使ってる言語に関してはいろんなものを入れることができるけれども、うん、そのハード的な面で違うわけがないので、なんでその正しいその人間の言語を処理するモデルっていうのは使用とかはちょっといじったとしても日本語にも対応できないとそれは、うん、まずいですもんねっていうことで、もう多分その90年代ぐらいにすごく日本語もはじめとするその主要部が大事なとこが後の方に出てくる言語っていうのがすごく注目されて、今はなんでそういう多様性を前提に議論されてる、議論に、はい、で先生が大学院生の時にそういう形で書かれた論文がヒット作になったわけですね。そのヒット作って変ですけど、その引用回数が多い論文になられたっていうことですよね。そのだから先生はだからある意味ではその言語の心理言語学の世界が宇宙が広がっていくプロセスと先生 その研究のキャリアがマッチして重なっていったということだと思うんです。はい、それはすごくありがたくて、多くの人が日本語に興味を持ってくれた時でもあったので、うん、今は別にそれは変わってないんですけど、はい、持ち始めてくれた、うん、だからそういう意味で言うと面白いですね。で今後言語学、心理言語学ってどうなっていくんでしょうか。だから世界のさまざまな言語は本当になんかその多様性を全体として見る中で、逆にチョムスキー的なその普遍的な規則も、それを貫くような普遍的な規則も探していくみたいな方向になっていくんですか ね。どちらかというと、とにかくその普遍的な規則っていうのがあるよねって信じる人もいるとは思うんですけども、うんうん、いやそれよりもやっぱりこう統計的に、うん、処理させて回るんだったら、うん、よりその AI にち、あ、はい、要するに計算機のモデルに載せやすいようなものがよりちょっと人気を集めてるというふうな、うん、なるほど、いうふうには見てますけど、ベイジアン的ななんか例えばアプローチとかそういうものが意外と一方ではあるってことですね。今はどちらかというと、うん、そういうことに興味ある人の方が多いと思います。なるほど。ただやっぱそれは機械にさせられることとを今度は人間、うん、やってることの説明でもあってほしいなっていう、そういうふうなこう興味の表れでもあると思うので、うん、先生はなんかやっぱり統一した何かがあるっていうふうに思ってらっしゃいますか。特にその計算機のやってることと、うん、人間のやってることを、うん、できるだけ統一的に説明したいっていうところにはそんなに、うん、そういう人もいるので、はい、頑張ってっていうのもあるんですけども、なるほど先生本当にたくさんの研究プロジェクトを進められてると思うんですけど、今一番この言語学で不思議に思っていることっていうか、ここのあたりをもうちょっと
解明したいと思ってるテーマっていうのはどのあたりになるんですか？なんかいくつかあるんですけども、うん、そうですね、今だからそのどういう情報を使って予測してるのかっていうことをもう少し、うん、ちょっとこうできるだけ人が見ないようなマニアックなところを見て、さっきのお話しかけたその関西方言、あ、関西の話してください、ちょっと、ね、プロジェクトね、はい、とかなんで多分その割と日本の身近に方言とかの現象でこういう区別をしているので、この方言を話す人にはこういう予測ができるっていうことがいくつか隠れてると思うので、うん、そういうところをちょっと掘っていきたいな。例えばどういうのですか？で今やってるのは、はい、こうさっき の, 東京方言のアクセントの話だと、うん、まあ、リンゴみたいな平板なやつと、はい、あとみかんみたいにどっかでこう、うん、ふって下がるところがある、はい、まあ、下がるとこはどこで下がるかっていうのはみかんとか卵とか、うん、そのどこで下がるかってのは違うんですけども、まあ平板か下がるやつかって2つの、うん、大きく2つに分かれるんですけども、うんうん、で関西弁ってプラス今度それぞれが2パターンあって、単語全体が低いタイプか単語全体が高いタイプかっていうのがあるんですね。だから東京で平板って例えばリンゴっていう、こうリンゴってこう、うんうん、まあ、最初だけちょっと落ちますけど、フラットなんですけども、関西弁だとその平板でも2種類あって、例えば「キツネ」っていう低く始まるフラットなんですと、うん、「キリン」っていう、こう高く高いタイプがあって、はい、そうなんですか。あるあるね、だから僕衛星関西弁喋ると嫌がられるんだよね。東京もんが軽く真似できるようなもんじゃないんだね。でもそれね、私から見ても東京方言ってまあ多分逆よりはマシだと思うんですけども、やっぱこう辞書レベルで変えていけなきゃいけない部分も少なからずあるので、はい、言語の東西問題は深いね。深い、いやすごく面白いですね。そうだからさっきのだから関西の人にしてみたら、茶色のキリンと茶色のキツネって茶色 のとこだけでどっちのタイプか分かるんですよ。分かんないですよね。今もう分かんない、ちょっともうなんか難しすぎて、もう今何が違ったんですか？いや、たかね、たか茶色ので上がるか茶色ので低いのか、茶色のキツネ茶色のキリン、だからその基礎周波数が F0 が違うんだ、うん、次に来るその単語によってその茶色の予測してるんだ、はい、予測しようと思ったらできる。あ、じゃあ関西の人はキリンが来るなって分かるんですか今の？あ、そのキリンかキツネかっていう、はい、二択でどっちか選べって言われたら、はい、どっちのタイプかっていうのが分かるかなって。もう無理東京もんが関西に転校したら無理。じゃあもう言わんや、シリなんて分かんないですね、そんな。あ、もうそうそこまでは、はい、いやでも言葉って本当に面白い、面白いですね。でもちょっと今の話なんですけどね、うん、東京の人はその区別しないから分かるわけがないと思って、うん、統制軍に使ったんですよ、うん、意外にできちゃってこう、どうしてかな、謎なので今考えてるところです。あ、でも関西の人と比べるとまあできないんだけど、チャンスレベルではなかったってことですか？そうなんです。へー、なんで？あ、じゃあひょっとしたら日本語全体に何かあるのかな？うん、何かちょっとこのな、要するにこう低いまま来るととにかくなんか落ち着かないとかそういうのあるのかなと今考えて、あ、はい、ね、ちょっと理由を探ってるところなんです。もう話が尽きない。でもこんなに僕やっぱりね、はい、今日でも広瀬教授の話を伺っててもう分かりました。僕もう人工知能で自然言語の問題は OK なんてそんな浅はかなことは、もういや、もっと深いですよね。言わないようにしようっていうか、はい、反省するねこれね。ちょっと最後英語の話も聞いてみます。あ、英語、でも日本人英語苦手っていうね。そうで、これ結構ピボットの視聴者もどうやって英語勉強したいか気になるんですけど、やっぱ何が違うのかって知りたくて、とにかく安村さん、はい、履いてませんみたいな、安心してください、でも英語だと I'm wearing pants って言わなきゃいけないですよね、はい、これってどういう風に考えたいんですかね。 Don't worry I'm wearing って言っちゃってそこで止めちゃったけど、パンツ、まあ、直訳だよね、はい、安心して履いてますよと、うん、そうですね、はい、いや、だからこの日本語と英語で何が違うのかみたいな話も、はい、今日たくさん時間があるとたくさんしたかったんですけど、はい、一つはだからに日本語と英語とどっちが難しいっていう話はできないんですけど、ただ私たちが使うこちゃんと普段使えてることを説明するのにどっちが難しいかっていうと、うん、日本語かなと思うんですね。だから
日本語話者も英語話者も母語を使いこなしてリアルタイムでコミュニケーションしてるんですけども、うん、なんでそれができんのっていうことを考えたら日本語って結構説明が難しいことがあって、はい、でまあそのさっきの大事なところが後に出てくるので、うん、そのリアルタイムにコミュニケーションするときに不利じゃないのとか、はい、あとまあ語順も自由になっちゃうよねとか、であともうまあ、いくつかあるうちの一つが割と何でも自由に省略できちゃうってことなんですね。でなんでその、まあ、この明るい安村なんで関係あるのってことに関して言うと、はい、日本語だと今これまあ、これどういう趣旨のギャグか裸に見えちゃうかどうかっていうことが今ここの文脈だよねってことで言えば、はい、うん、その目的語は省略でき、はい、できちゃうっていうか、まあ、むしろ省略した方が自然じゃないかぐらいの、はい、なんでなんで安心してください、履いてますよっていうのを直訳したら I'm wearing で止めちゃうんです、ね、安村さんの言葉は日本語の言葉はある種合理的だってことですね、この文脈の中ではね、はい、パンツは言わなくていいわけですもんね、はい、裸っぽいことが面白いっていうと、そうですね、はい、でもすでに今こうパンツ履いてないんじゃないのっていう、うんうん、そこは共有されてるので、だけど、まあ、共有されてなくても結構日本語じゃんじゃん省略しちゃうんですね、うん、なので一体今どういう構文を処理してる途中なのかっていうヒントがすごく得られにくい、でここはこの決め台詞言った後に絶対この審査員がパンツって補わないと英語は気持ち悪い、まあ、ムズムズしちゃうわけですよね、うん、っていうのがすごく表れて、まあ、それが面白かったっていうのは、うん、でもなんで英語はやっぱパンツがないとムズムズしちゃうんですかね。とりあえずもう統合的な要請として主語はちゃんと言わなきゃダメ、うん、でもうとにかく意味上のイットでもいいから補って言えみたいな、でもちろん他動詞の目的語もちゃんとなきゃダメっていう風な、そのあるべきとこにこれは現れるはずですよってことが ある意味ヒントになってるんですよ。なるほどね。だから関係説で意味上の主語は何でしょうって時に あるべきとこになかったらそれが意味上のここの解釈ができるっていう風なヒントにもなるんですけど、うん、だから普通の構文だったらここに目的語はあるはずのところにないっていうこと自体がその今関係説の構文だよとか疑問詞で前に出てるのはこれ目的語から来てるんだよとかいうヒントになってるんですけど、日本語ってそれ以外の理由でバンバン省略できちゃうのか。でこれさ、安村さんのこのねやり取りはこれから英語を学ぼうっていう中学生とかにとった、いやすごい格好の教材だね、はい、これは深いですよね、格好の教材だね、うん、日本語と。でもその時にどうしても今までだと日本人には英語は苦手だとかそういうふうに言いがちだったんだけど、はい、対象にもうだから日本語は日本語、うん、英語は英語で、うん、その言語としての性質の違いとかその、はい、最後に背後にある心理言語学的な違いってことをある意味では学問的に冷静に議論できる時代になってきたのかな、うん、そうですよね。だから学校でできれば教えてほしいのは、うん、どうして日本語話者にとって英語が難しいのかっていうのをセットで、うん、どうして日本語は日本語話者じゃない人に難しいかっていうことも一緒に、そうだよね、そうですよね、確かにな。でもかつてはこういうのは日本批判に使われてたんです、うん、主語がない日本語はだから劣っているみたいな、うん、でもそうでもないですよね、なんかそれぞれの、うん、良さというかそれぞれ合理性があるってことですよね、はい、うん、どこの情報を重視するかとかいう問題で、はい、まあ、もちろんその主語が省略可能なせいで、はい、分かりにくくなることもあるとは思うんですけど、うん、でも最近だと例えば英語って彼彼女を言わないことが今、うん、良しとされてるじゃないですか、うん、その he she を使わないようにすると、で逆に he she とか女性男性を規定してしまう欧米語の方が今不自由な気もするんですよね、うん、その時やっぱ日本語の方が楽だったりするっていうのを私感じるんですけど、それは、うん、なんか今だから、はい、そのあえて言わないようにするっていうのは、まあ、いろいろその、はい、決めつけ性を決めつけられたくない、いろんな多様なジェンダーがありますからね、今、はい、だけどもっと前になんかこう例えば誰かと遊びに行くときに、例えば実は男友達と行ったんだけどもそれはぼかしたいっていうときに友達と行ったよとか、うん、その何が何でも認証代名詞を使わなきゃいけないとか、何が何でもそこでは男女の区別は文法的になきゃいけないとか、そういう縛りがないので、うん、その意味ではなんか便利じゃんっていうところありますよね、うん、確かにね、日本語便利ですね。だってボーイフレンドガールフレンドもそうだし、ドイツ語だとフロインとフロインディンだから、うん、言った瞬間にバレちゃうっていうね、うん、そうか、そういう意味で言うと日本語意外とジェンダーニュートラルなとか、こういうなんかボーダレスな時代のこの曖昧性ってすごい動いてるのかも、強い気がするんですよね。そこら辺だからこれやっぱり、うん、
ね、はい、心理言語学はこれ前途洋々たる学問ですね、はい、これ先生のところで例えば研究室に入ろうとかいう学部の学生とかいると思うんですけど、うん、素養としてはどういうことが必要になるんですか、うん、大学院で入るとしたら学部の時にはどういうことをやってた方が多いですか、うん、あの学部の時から、まあ、あの言語学とか言語教育とか、うんうん、まあ、あるいは、まあ、あのこうあの、まあ、国語教育とかした人が多いですけれども、うん、ただそれ以外の方も変わり種だとしてどういう学部から先生の研究室に、あでも 今例えばあの今博士課程で頑張ってるうちの人、うんうん、あの学部法学部ですとか法学部法学部から来てる人もいる。おだからあの、まあ、もちろんその、大学院の入試の時には、うんうんうん、あのある程度でも言語学のことも、まあ、あの聞かれるんですよね。ある程度その自力で頑張って勉強しているっていうところは問われますけれども、うん、おぜひ皆さんね興味がある方は、うん、はい、広瀬研究室を、はい、志望していただけたらなと、はいはい、怖いですか先生は。いやあれあれえ厳しい指導は厳しいかもしれない。そうでもない。いやそんなことない。そんなことない。でも時々言い間違いするんですよね。あ言い間違いするからこう敏感はとか。それは例えば私ではなくて、そただのネタレット。うん。いやでもね、はい、すごくなんかこの分野に興味持った人多いんじゃないかな。いや絶対多いと思いますね、今日のお話ね、うんうん、いやもうだからもう日本のいろんなところで、あ別に絶対ぜひともうちの研究室に来てください、うちの研究室が栄えればいいんですじゃなくて、いろんなところで研究してるんでね、うん、なるほどなるほど、うん、なんか最後おっしゃりたいことありますか。ぜひもう、はい、あの全然話変わるんですけど、うんはい、いやでも小木先生にお話聞いてみようと思ったんですけど、あのクオリアだけが あってそれを、うん、あのけあのそれを規定する言葉がないという現象があってるんですけど、はい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 、なんか分かります分かります、うん、あの小学生ぐらいの時に期間限定であったんですけど、なんかちょっとすごい話全然どんどんしてください。なんか ある日突然に、うん、こう自分の意識と世界、あのすげえ変なやつだと、うん、全然してください。自分の意識とこうそれとして今私たちが今私ここにいてこうやって喋っているっていう、こう、うんうん、現実世界との接点ってあるじゃないですか、うん、そこが急に何かこうズームで接続、あの接続悪くなったみたいな、そこが何かヒューって離れちゃって、はいはいはい、なんか自分の「ああ来た来た」っていう感じなんですけど、うんうん、急になんかこうユータリズムじゃないんだけど、何か世界から自分がなんか切り離されちゃって、数分間なのかあの10分ぐらいか分かんないんですけど、うん、なんか変な何か今こう世界にあの属してるより属してないみたいな。でしばらくしたら治るんですけど、で定期的あまた来たなみたいな、でその感覚だけはあるんだけど、うん、どう説明したらいいのかが分かんないですよね。あの僕は実は伊藤正夫さんっていう、まあ、大脳生理学者のところで、はい、まあ、脳の研究始めたんですけど、その師匠がジョン・エックルスさんっていう、うん、あのノーベル生理学賞を取った方なんですけど、はい、オーストラリアの方で、その方がどうも思春期にその類の経験したようなんですよ。でずっとノーベル生理学賞 取って晩年はあの意識の話をして、うん、そのまあちょっとコントロバーシャルな、うん、あの理論を言ってたんですけど、エクルスさんがその本の中で書いてるんですよね。思春期になんかちょっと何とも言えない経験をして、それで私はその意識の問題に興味を実はずっと持ってたって。だからなんかエクルスさんもそんな感じだったんじゃないかなと思うんですけど、今ので通じると思ってなかったのですごい面白いです。いやでなんか教科書的には乖離的とか、はい、その離人症とか言われるんだけど、でもそれ単なる言葉じゃないですか。で言いようがないんですよね。おそらくジョン、僕はだからジョン・エクルスさんの孫弟子ってことなんですけど、ジョン・エクルスさんはどうも何かあったらしいんですよね。なるほど。でそれで心の問題にずっと興味を持ち続けたって、うん、だから何なんですかねそういうのってね。いやそうなんです。だからそれずっとあれですよね。だから言語学今やってるんですけど、ずっとそれは何なんだろうって思ってますよね。そうなんです。それで急に言ってなんか変なやつとしてか、いや思わないです。そもそも分かってもらえた。いやだからあのこれはもうあの茂木先生とお会いできるって聞いてちょっと聞いてみたいなと思ってて。いや分かんないです。それで分かってた。教科書的にはその、うん、頭頂側頭接合部とかテンポロパレータルジャンクションとか、はい、そこら辺でそういうことが起こるってことは教科書的には言われてるんですけど、うん、だからそのね経験自体は。それこそ言葉に表せない。なんです。でもこれどうですか、その心理言語学やってる立場ご立場から
言葉に表せない経験があるっていうのはどう？いや、ある現象に関して、うん、日本語ではこれは例えばお水とお湯って、うん、この同じ物質をあの2つに分けるけれども、まあね、あのまあ、例えばエスキモだとこれを何種類に分けて、その違いは私の語彙にはないとかあるじゃないですか、うんうん、はい、だからそういうあのそれを規定する語彙がないっていうことに関しては想定しうる状況なんですけども、うん、ここまで何も取っかかりがないなんかことって、あとこれ色の一種なんだよねとか、これとこれの間でってそういう言い方もできない、ジャンルでさえない、はい、ジャンルも分からなかったよね。あとこの前日本語一生懸命勉強してる外国の方が、うん、はい、木漏れ日って英語にないんだよねって言ってて、あ、まあ、言われてみればそうなんだけど、木漏れ日、木漏れ日説明はできる、はい、まあ、わびさびもないですね、うん、だからそういう言葉の中で表せてて、うん、英語には表せてないってこともあるし、うん、であの今広瀬さんがおっしゃったように日本語でも表せないことってあるんでね、うん、そうすると言葉って何なんですかね、我々の精神にとって、うん、でこれ同じような人が集まったらいつの間にかあのこう話しとって共有してそれを表すような語彙が誕生するのかもしれないんですけど、あったこと、いや、てかそういう話普通しないので。でもこれすみません、あのもう尺的にあれなんですけど、でもそのビットゲンシュタインがその言語学的、うん、あのリングスティックターンっていって、そのだから20世紀の哲学ってやっぱり途中で言語がすごく重要だってことになって、でその後やっぱり言語っていうのはあの今回のねラージランゲージモデルチャット GPT でも大抵のことがあれで表されちゃう、はいはい、自然言語で、うん、だから言葉って改めてすごいなと思ってる一方で、あの今広瀬さんがおっしゃったように、いやそれすごいんだけど言葉ですら表せないものが我々経験できるって、はいはい、何なんでしょう人間にとって言葉って。でもその絶対にそれを今私が伝えられたってこと自体、なんか言葉ってすごいって今自分逆にね、逆説的に、はい、伝わらないんだ言葉って面白いですね。伝えられないものを言葉で伝えられるという、ビットゲンシュタインがだから語り得るものについては沈黙しなければいけないって最後に言ったんだけど、でもそうやって語り得るものについて伝えてるもんね、うん、いやそうだから語彙はないんだけれども、あの伝えてるんだ、それをあの、まあ、それを回避する、まあ、その表現で分、あの、まあ、あのこうなんていうのかな、こう構築してあの伝えることができたっていう、まあ、そういうあの手段も人間は持ってるんだってことを今すごい実感しました。そうですよ、これあのあれですよ、心理言語学やってる学者があの学会の終わった後の飲み会の深い時間帯に午前1時間で喋り始めるようなで、ね、学半分ぐらい寝てるみたいな感じの時に、いや深いな、いや面白いね、いや面白いね、エクストリームだね、これ、いやこれエクストリームですね、素晴らしい、うん、ちなみに生きがいっていう本書いたじゃないですかなんで俺それで振ってるの、はい、生きがいって英語でも生きがいなんですか、はい、あそこはやっぱ訳せなかったんですか。訳せないですね、うん、何なんですかね、なんでですかね。だからやっぱりでも先生のね、その学者としてのキャリアがちょうどその日本語を含めた言語の多様性に、はい、あの言語学全体が目を向け始めたことと一致してたっていうのはやっぱりすごく僕は、ね、今日いい話伺ったなと思って、うん、はい、分かりました、ね、だから磯先生 あの論文読んでても日本語がたくさん出てくるんですよね、うん、はい、あのもちろん手法は科学的な手法は、はい、あの万国共通なんだけど、はい、あれだけだから日本語もなんか注目される時代になってきてるってことですね。そうですね、うん、あの多分もうあの少し前から、うん、あの日本語は十分注目、つまり例えばちょっともっと前は、うん、学会とか行って、うん、で日本語について発表します、日本語にやって実験についてって言うと、ああもうちょっとあのお茶でも行くかみたいな感じだったんだけどでも分かんないしとか言って、あだけどあの最近だとちゃんとみんな聞きに来てくれて、うん、一定の興味を持ってくれる、いいですね、うん、だから広瀬先生はその言語学の分野において日本語を、うん、まあ、一つの注目ビジョンにした立役者、はいはい、ということでね、面白かったです。いや面白かったね、本当に、はい、多分これ聞いてる人も明日から友達とか家族とか同僚と話すときにすっごい景色変わると思いますよ、何をやってるんだろう我々みたいなこと。いや面白かったね、はい、ということで本日のエクストリームサイエンスは広瀬由紀先生でした、どうもありがとうございました。楽しかったです。